木ゆりかです。よろしくお願いします。お願いします。7年くらいの付き合いになりますから、もうね、お互いのいいところも、うん、ちょっとガサツなところも分かり合った仲ですよ。普段は飲み仲間みたいな感じかな、うんうん、そうだね、なんか声優でももちろんお仕事で一緒になったりもするんですけど、プライベートでもご飯とか行くような仲良しでございます。そんな2人の共通点といえば、ゲーム好きというところ。ゲーム好き、間違いない。今日はですね、私とあるタイトルを2人でやりたいと思っておりますが、はい、こちらでございます。帰ってきた若い村よ。河野まりかの声優プレイをね、楽しんでいただいている皆さんには、あれ帰ってきちゃったのかっていうところもあるかもしれないんですけれども、この魔界村っていうのはですね、実は1人だけじゃなくて2人でプレイすることも可能ということで、今回はね、そんなリベンジちゃんもやっていきたいんですが、見てくれたんだもんね。見ました。まりかちゃんのだんだん元気がなくなる顔を見ました。すごいよ、もうあれさ、本当の白黒のさ、ちょっとエフェクト似合いすぎてさ。このね、魔界村っていうタイトルはもともとカプコンさんでもね、昔から発売されているタイトルで、そのカプコンさんがなんと、池袋と埼玉のレイクタウンにカプコンカフェっていうね、カフェを開いてるらしくて、私もね、その昔行ったような気がするんですけど、結構ね、カプコンさんのタイトルだけじゃなくて、いろんなコラボとかも行われてて、今はあのエヴァンゲリオンと熱い、そう、コラボしてるらしいよ、うん、いやー、行きたい行きたいね。エヴァ見たんだもんね、新しいやつ。エヴァ見たよ。ネタバレしない程度に、どうだった？おめでとう、おめでとうって感じだった。DVD とかになってから見ようかなって思ってた。いや、映画館で見よう。わかりました。じゃあ見た際には一緒にカプコンカフェでね、そうだね、コラボ期間中にぜひ行けたらなと思っておりますが、さっき私がちょろっと言いました魔界村帰ってきちゃったよというところで、今回は初めての高木ゆりかちゃんも一緒ということなので、その前回やった難しいよりも一つ難易度を下げた状態で始めたいと思います。いいんですか、下げちゃって。まあね、サクサク行き過ぎたら戻るかもしれないですけれども。確かにね。そう、ただ2人プレイはね、また違う見応えがあるらしいんですよ、早速やってみましょう、ではレッツ魔界村。ではやっていこうと思いますが、はい、リポン、ちなみに前回私が1人で行ったの墓場なんですけど、はい、処刑場私行ったことないんだよね。おお、行きます、処刑場にする？行ったことないからさ、こっちも初見の気持ちで遊べるかなと。確かに、私どちらにしろ初見だから。あ、そっか。どっちでもいいよ。ちょっと今回は2人で処刑場からプレイしてみたいと思います。決定決定、行きます。いや、すごいいい音楽じゃないね。ヘッドホンするとより分かるね。確かに、うん、BGM でね。あ、わー、来た。いや、もう処刑場。あれ、これ私…あ、来たー、あ、来たー、おじいちゃん、かわいいだぞ。よろしく、よろしく。待って、攻撃強くない？おじいちゃん、よろしく、よろしく。あ、中出た。あー、バリアかな。これバリアできるんじゃない？バリア。うわ、こわ、この骸骨動くやつ。あ、すごい、なんか音…違う動かないね、突然音楽来たよ。音楽かっこいい、なにこれ、ね、うわー、めっちゃ…うわー、走ってきたありがとう、任せろ。でもじいちゃん、後ろに行くかな、意外とね。うわ、待って待って、攻撃が走ってくる、怖い怖い。処刑で私あんまり前に行かない方がいいのかな。うわー、うい、後ろからも来るからね。うわー、なにこれ、任せろ。すごい動くじゃん。ありがとう、ありがとう。自分に待って、逃げて逃げて。あ、なんか出たよ。それね、ポイントだからね。いや、じゃあいらないか。あ、待って待って、なんか絶対罠っぽい、わかんない。あ、じゃあ一旦こいつやり過ごしてから、よいしょ、オッケー。あー、でもですよ、まだ序盤かもしれないですけど、一人でやるよりもめちゃくちゃやりやすい。いける、よし、いける気がする。あと慣れてきたらもっといけるでしょう。そうだよね、ここやっぱ初見だと難しいから、何回もやることによって覚えよう。オッケー、後ろの敵をじゃあ狙うわ。ありがとう、じゃあ私前を、はい、中
典的。でもこの車は、ね、ありがとう。上の方やってくれるのめちゃくちゃ助かるな。攻撃がね。うわ待ってこれ開くの、開くし閉じる技なんだ。ありがとう、上をやってくれるんだよ。はい、よし任せろ。うわ下がる。これはじゃあこれで、あー一瞬で立ちちゃった。ダメだ。あ、ナイスじいちゃん。あーでもこの武器チェーンはいらないや。これはいらない？うん大丈夫。あーあーあーでじいちゃん死んだ。おじいちゃん死んだ。やだゆっくりやった。えこれ難しいね。難しいね。処刑場の方が難しいのかな。やっぱり何が来るかわかんない。うん、あでも見て、何目の前に、うん、中間地点とかセーブポイントあったわ。この旗ね。そうこの旗取れたら、うん、もうちょっとだ。そうだいける気がするな。いくぜ。もう覚えてきたぞ。うんコツ掴んできた。えいこれよく狙ってやらないとあれだね。じゃあこれで。そうね意外と慎重でいいかも。あー待って待って、ナイストラップ見方。じいちゃんが罠にかかった。そうだね、罠にね。これで疑いかかっちゃうから。おー、いいね。あ、じゃあこれで取っていただいて。ほんとにねえねえ、取っていただいて。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、いけた、いけた。え、すごい、ポッカーと。あー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 取り乱す、取り乱す。あー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 今何にやられたの？ち、なんかガイコツ。ガイコツ？ね、上の、これ何？ゾウ。これ多分ポイントみたいなやつなのかな。あ、待って待って、このゴールドのやつ。何？やった、装備装備。いい感じ？いい感じ、超いい感じ。あ、これで、これ足が取んないと意味ないから。あー！オッケー。あー！え、すごい順調じゃない？よっしゃー！待って待って、これダメだよね。あー！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 大丈夫？ちょっと待って。いくよ。行けるよ。せーの、はい、はい、はい、あごめんごめん、ジャンプ。でもまだいけるわけない。ジャンプ今いなくなっちゃった。はいはいはい、これ何？あーなるほど、はいはいはい、何かな。はい、よし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 、はい、気をつけておじいちゃん。あ
何？あ、敵だ。はぁー油断してたわ今。これ強いな。この風はどうしたの？この風さ、攻撃しても別にあれだもんね、避けられる感じじゃなかったもんね。タイミングだわ、だから、うん、タイミングで避けるしかないのか、うん、ごめん、私の方がさ、足が遅いからさ、あれかもだけど。あー、確かに確かに。そうなのよ。うわー、こんな早かったっけ。あー、しかもちょっと動くんだ。あ、これ一緒に移動。あー、嘘嘘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 嘘、なんでさっきと違うじゃん。こっちゃうちゃう。いけます、いけますよ。よっしゃ。え、おじいちゃん、おじいちゃんナイスプレイじゃない？いい感じね。よいしょ、ナイス、ありがとう。順調だな。え、待って、何これ、え、気持ち悪い。何これ。あ、ありがとう。あ、この赤いとこ、赤いところ。あー、待って、あ、すごい強い。じいちゃん、じいちゃん強いな。あ、ナイス。オッケー、これ上か。うわー、なんか来たー。ありがとう。強いな。強いね。あ、なんだこれ。あー、嘘、閉じ込められちゃった。あー、え、なにこれ。あ、そういうことね。あー、びっくりした。待って、これを避けなきゃいけないんだ。なるほど。あー、怖かった。はい。わー、これ強い、これ強いな。ね、閉じ込められるの結構怖いね。ね、オービーちゃん取れないか。あ、取れた。よし、あ、下に行く。あー、あ、気持ち悪い、気持ち悪い。ありがとう。あ、そのバリアでも攻撃判定になるんだね。ねえ、これ強いよ。うん、強い。下の、パンツ、上にも行ける。パンツ、パンツになっちゃったよ。あ、こっちかな。これどっちだ、こっちかな。ね、位置順的にこうやって降りるのかな。あ、違う、違いそうだね、なんか。どこだろう。こっちに進めるの、だってこっちも道に迷い始めましたよ。あ、待って、あった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 、あれ、戻ってるよ、戻ってる、戻ってるんだ、これ分かんない、分かんない、迷っちゃった。じゃあこっちでいいんだね。こっからでもどうするんだろう。下ルートはこっちだったってことかな。この合流ポイントじゃない、下ルートと上ポイント。あ、死んだ、上の。なるほど、なるほど。え、あ、で、上？そうそう、だから下から行ったらこうやって合流できて、上から行ったらさっきの。あ、ほんとだ、ほんとだ。こっからこれ一回一回避けてた方がいいかな。うわー、やだーよかった、なんとかなった。強い。待って待って、これ何、頭、頭でやればいいの。確かに頭の方が、ね、うわー強い、強い、強すぎる。よかった。あ、ボスじゃない。ボス来た。3匹の子豚？卑怯じゃない？こっち2人なんだけど。え？え、なになに？あ、あ、攻めた、攻めた。じゃなかった。待ってー。うわー！逃げた！逃げた！こっち側、こっち側にいれば安全？いやいや、そういう、あ、でも今はそうだね。なにこれ、どう？なんだったの？あー、ダメだ！ただボンだわ。なにこれ？じゃあ、さっきのボスじゃないのかも。ボスじゃない？ただやり過ごすだけ？あー、そういうこと？ちょっとスキップしますね。そうね、さっきの滑るところから円滑に行くとこういうことですよね。そうだね、そうだね。いや、円滑に行けない。進んでる、進んでる、頑張って、頑張って、頑張って。あー、行けた、行けた。ナイス。何これ、残ってるの。あ、下だ、下だ。あー、よかった、行けました。すごい。待って、あ、マリカちゃん傾斜降りられるのかなって思ったらさ、シュンって行きました。傾斜降りられるのかなって思ったらさ、シュンって行きました。そうか、右側に進んでいくとしたら、そうだね、右に進む。今のルートで合ってそうな感じではあったね。一回できればこの真ん中のところに、うん、経由してね、落ちた方がいいってことね。オッケー、そこ目指そう。これでもいける気がする。タイミング難しいなね。二回しか岩は来ない。ああ、頑張って、頑張って。もう覚えた。あ、ナイス、うまい、うまい。これ何、これ、どこどこ。おお、おみちゃん、こっちだ。あ、死んだ。
私何にあ、これにこれだけ買っちゃった。うわあ、あ、神回避だった。オッケーオッケー。ちょっと見てくるわ。ありがとう。あ、だーください。それではまたチャンネル登録をねしてお待ちくださいませ。